県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、あさってにかけて警報級の大雨となる恐れがあります。気象台は土砂災害などに注意警戒を呼びかけています。雨は止んだものの、雲が広がった今朝の新潟市中央区、降り始めからの雨の量は阿賀町室谷で 124.5 ミリ、柴田市赤谷で104ミリなどとなっていて、あさってにかけて雨の量がさらに増え、警報級の大雨となる恐れがあります。明日は1時間に40ミリの激しい雨が降るところがある見込みで、明日からあさってにかけて降る雨の量は多いところで150ミリと予想されています。気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒を呼びかけています。